ああ、そういうことか。断ればお前らが俺の邪魔するってことかよ。安心しろよ。どうせすぐ A 級に上がるから。というかそもそもなんでお前 A 級に行かない。できないように痛めつけてあげなさい。小石や砂利を浮かして俺と戦う気か。やめとけ。地獄嵐。私が一番なのよ。お前はヒーローを分かってない。世の中にはとんでもなく強くて悪い奴がいつか泣かされる。派閥、新人狩り、何が分かる。先生の住まいの前まで戻ってきてしまったか。あれは S 級のジェノス。今一瞬ソニックが見えたんだけど、二人で何やってんだよ。 S 級が B 級の。お前は B 級1位、地獄の吹雪か。今まさにお前の攻撃の巻き添え食らったんだよ。そうでしたか。それはすまなかった。爆裂聖剣。一発も当てれんくせに強がるな、デクが。伝わってくる戦闘技術の高さ、この男ヤバいわ。先生、俺がいつ実力を見せた。貴様の負けだ。まったく見えない。頭の糸くずを。マシンガンブロー。やけ。残像を発生させる奥義、死霊症。死ね。最大出力決まる。勝った。家の前で爆発されると迷惑なんだよ。それにお前らが戦うにはマジで相手してやる。かかってこい。究極奥義死霊症。十個にだけど、なぜだかお前を前にすると全く勝ち目がないよ。マジ反復横跳び。おまんざ。衝撃波だけで無数の分身、俺より早かった。普通じゃない。私はトップに立つ存在になるはずだった。彼女さえ、これまでの人生の中で何かで一番になれたことはなかったわ。戦慄の竜巻は S 級だろう。それならなぜ絶対に A 級4位武士ドリル、 A 級3位お構いたち、イケメン仮面甘いマスクは誰も超えることができないのよ。龍飛、教会からは生け捕りにしろと言われている。常識を超えた化け物がたくさん。あなたも十分化け物だけど、私たち個人の力では上に行くことは難しいのよ。徒党を組んで何が悪いの。せっかく私の派閥に。おーい、埼玉市。もしかして俺のゲーム持って帰ってない。あ、何か言った。なんで、なんで S 級が B 級なんかと楽しそうに。私も仲間に。なぜなら強助けを呼ぶ声、あとは任せとけ。あの頭は笑わせんな。自らの能力もわきまえん雑魚が。お前なんか怪人化したこの爆弾様の鬼なき下段斬り。熊殺し中段斬り。試合の時のことを謝るなら今のうちだぞ。ダメだ、思い出せねえ。せっかく優勝したのに。まあ怪人は倒したからまた頑張ってくれ。ヒーローだよ。埼玉。じゃあ素性を偽って大会に参加してたのか。最近ヒーロー狩りっていうのがいいんだけど、そいつが武術の達人だって言うから、もっと言えばまあ暇だったから。
外には出ない方がいい。怪人協会とかいうヤバい組織の連中。ほら、2試合目の今のがそうなんだ。近くにはおそらく豪傑もいる。豪傑？ああ、もう一匹ヤバい怪人が。修理を終えたらすぐに戻らなければ。不意打ちとはいえ一斉に叩く。そこまでのやつなのか。可能な限り入念な準備。ちょっと行ってくる。ちょっと待った。聞いてたよね、忠告した。へえ、武術の達人か。ちょうどいい、消化不良だったからな。止められなかった。彼はここで死ぬべきではない。もっと。豪傑は手強かったか。おう、ヒーローになれるかな。俺も知らん。え、でもまあ強すぎるヒーローか。いいねそれ。絶対に断る。くそ、熱烈な応援ありがとう若者たち。後でお礼のキスしに行くから、そのまま屋上に。その愛情は無駄にはしない。は、おい、エンジェルハグ。何？俺のスイートホームのハニーたちが連れ去られただと？一斉に暴れて一斉に姿を消したのか。怪人倒さなきゃヒーロー名乗れねえじゃん。ん？いや違うか。自分から興味を持って始めたんだよな。なのに最近は。けど水流も他のやつも何も得るものがなかった。埼玉市？あ、どうしたの？暗い顔して。ちょっと。まだこれから生えてくるかもしれないよ。それに育毛剤だって。待て待て、全然そういう話してな。俺は強くなりすぎたんだ。誰と戦っても何も感じないし、伸びしろが残ってないってことは自分の成長を楽しむことがもうできないってことなんだ。埼玉市孤独なの？まあな。 ZC 駅前に社交ダンス。なんでって言われても興味ねえし、最近はそこまで暇じゃないし。退屈だと言って何も行動せず、刺激を求める割には挑戦しない。お前旅したことあんのか。埼玉市は強くなっただけで目的地にたどり着いた。戦いの中に充実感を得ようとするのは本質的に間違っている。その点で言うと埼玉市は最高のヒーローにはまだ慣れていない。もう自分は成長しきったなどというセリフは浅はかで傲慢な発言だと思えてこないかな。その答えを見つけ出すまでは退屈してる暇などないはずだ。理想について考えるか。何をやっても虚しいだけだ。いやいや、せっかくだしやろうよ。俺は感情が薄れてきてるから。俺は指一本ずつしか使わないからさ。言ったな！今度こそぶっ潰してやる！逃げ切れたのはラッキーだった。ただ、四足戦闘スタイルに人間相手の武…俺は…間違いねえ。てめえを狩るぜ！やつは…ったく、怪人だけじゃなくてあんなチンピラまで相手してたらキリねえな。そういえばお前いろいろ起きてるんだってよ。そうなんだ。俺が一人でヒーローを名乗って活動を始めた時も同じだったから。何者？2対1。襲う？黄金の37期、疾風のウィンター。豪華のフレイム。人間を超越した怪人としてな。怪人だけで構成された。しかしなぜ俺を誘う？閃光のフラッシュを確実に打ちたい。怪人協会と言ったろ。俺たちも怪人だ。あいたか。怪人細胞、これをそのまま体内に。このままいくら修行を重ねてもあいつに勝てるビジョンが浮かばない。人としての性に未練はない。埼玉、俺は怪人になるぞ。自身の災害レベルが鬼に上がるまで
永久ヒーローを襲い続けると公言しているようです。ここは俺に預けてくれ。あ、はい。さてと。おい、やけにガタイのいいのが歩いているな。まずい、一般人が襲われる。俺はただ食材の買い出しに来ただけだ。買い出しだ？敵になりうる存在ならばここで死んでいけ。今日はなぜか怪人駆除のボランティアで一日終わっちまったな。もっともお前は そんなやわな育て方はしてねえからな。だからこそ他にやられるくらいならせめてわしの手で。今回の敵についての情報だ。名は怪人協会。目的ははっきりしないが、場所は Z 市、例のゴーストタウンだ。怪人に奪われた領域か。交渉次第では駆除対象から外してもらえると、そう考えたんだろう。今回の怪人たちは集団行動ができる程度の理性は持ち合わせている。まずは話を聞きましょう。人質の救出が最優先であることに変わりはない。メッセージが届きました。怪人協会からメッセージが届きました。怪人協会。常識的に考えてこんな肉生のまま食えるわ。首を洗って待っていろ埼玉。